花巻空港駅は岩手県花巻市二枚橋にある東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道東北本線の駅である。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅である。互いのホームは古戦橋で連絡している。北上駅管理の業務委託駅。駅舎内部には自動券売機がある。二番線は対比線であるが、 2019年3月時点で定期列車での使用は9時38分発の一の関業普通列車のみ。1997年に貨物列車の発着がなくなって以降は JR 貨物の駅はシャーツ貨物の臨時取扱い駅となっている。貨物用の設備は設置されていないほか、専用線も当駅には接続していない。 かつては、駅周辺にある日本重化学工業森岡事業所へ、続く専用船があった。工場で使用する農資商さの搬入で使用されて、いたが、1997年3月に廃止された。また、国鉄分割民営化のしばらく、後まで、北日本組合資料花巻工場へ続く、専用船も存在し、石巻不当駅から資料が輸送されていた。 JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は528人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。花巻空港を名に関した駅ではあるものの、空港のターミナルビルに近接して設置されているわけではない。花巻空港に最も近い駅であったため、2枚橋駅を解消したが、空港の敷地が駅の目の前にあるというだけで、 ターミナルビルへは約 3.8km の距離があり、徒歩圏とは言い難い。かつては岩手県交通による東駅花巻駅北上駅間の路線バスが旧ターミナルビルに乗り入れてはいたものの本数は少なかったほか列車や航空機のダイヤと全く接続を取っていなかった。なお、当該バス路線はターミナルビル移転後も経路変更が行われなかったが、 花巻から空港へは、花巻駅と空港を結ぶ路線バスが新設されたほか、森岡市内から空港へは、航空機のダイヤと連携した高速バスが、東北自動車道経由で直行していたことから、当駅は空港アクセス駅としての意義を見出せない状態が続いていた。しかし、2013年9月30日をもって、前日の花巻駅、 空港間の路線バスが廃止されたことに伴い、翌10月1日から前日の森岡市内と空港間の路線が当駅を経由するようになったことにより、特に花巻川からの公共交通機関を用いた空港アクセスに強されるようになった。なお、ターミナルビルは当駅より、釜石線に田内駅の方が近いが、釜石線自体の列車本数が少ない上に、同駅は 快速列車が停車しないこともあり、停車する列車の頻度は2から4時間に1本程度である。また、同駅付近と空港間の路線バスも設定されていない。駅前に花巻空港駅バス停が設置されているほか、当駅から東にある国道4号沿いの2枚橋、バス停も比較的近い。いずれの路線も岩手県交通が運行している。2枚橋駅に関するカテゴリー。 ありがとうございます。